6月にあるんですかいいなこの長い長い下り坂をが一番好き <laughs> 毎日誕生日でいい今んとこなさそうなったような,なんかあったかなほんとじゃんイベントあるじゃん私私のそうそうそれが一番の楽しみだね からえなんでですかゴールデンウィーク的なお仕事が休みってこと祝日ですか神さんあ私が神さんはじめまして尾上みずきです。よろしくお願いします。ええうちの嫁の誕生日あそういえばねうちのおとんとおかんも誕生日なんです。お父さんとお母さんどっちも6月生まれなのそう12日間。 いいなまだもうちょっとあるねえ詳細はよいや私も知りたい早く1年で306そういいよ別にもう何歳でもとか,かっこよくないえ何歳って言われて387歳って言ってみたいわ言ってみたいうん何 20日ぐらい言うな確かえ何が何が明日選挙日からの会社休日明日選挙日選挙なるほどえ選挙やったらお仕,えお仕事休み会社が休みになるんだすっげーええ日本もなる日本もなるっけ6月何日秘密でも近くだよおうちもお母さんも。 えっ何日やったっけちょっと聞いてみるそうそう知ってるよ言 <laughs> っていい言っていいか別に誕生日になったら有権湯婆婆的なあ湯婆婆でそんな年撮ってんのこの写真いつまでこれお気に入りっちゃもん私の日本は日曜日に選挙あそうなのか日曜日が選挙って決まっとっと この写真飽きたなそうだよねいろんなとこですかよ余計ね飽きるか新しく漏れた写真さがそうおめちゃんに言われたが仕事があらえ <laughs> 敵ですお疲れ様ですお仕事頑張ったってお疲れ様ですまだ火曜日やもんね今日あとまだ3日もあるよ選挙で休みにはならんか ー私ほんま選挙のことよくわからんこれなんか漏れてるよねこれねめっちゃ光が当たっとるさ見,えた見たらわかるだろうけど鼻筋とかさもう光もめっちゃ光漏れこれめっちゃ光当たっとったもんこの時いいねーええー、今日金曜日じゃない今日金曜日よー 今日,金曜日今日木曜日と思って明日金曜日と思ってさ生活したらめっちゃ楽しそうやった明日週末やんって思ってさ明日から週末やんって思って生きていけそう今日火曜日ってことは明日水曜日やんやっぱ <laughs> 改めて選挙権持ってますよ22歳だもん選挙権選挙し行ったことありますよ何回か ちょっとあんまり覚えてないけどうんえー、大丈夫うちのお家に体調悪くて心配ってやばいってそれはそれはめっちゃ心配毎日幸せになる場合きっと毎日金曜日やと思って生きとったら遅くて絶望するけどね確かに <laughs> 勢いで休んでしまうそれはちょっと危ないけんやめとか。 ははい皆さん明日は水曜日です水曜日です間違いないようにじゃあなんで日曜日ってえ知らなかった知らなかったえっ普通に家族みんなで「今日選挙だから選挙行くよ」ってあ確かにいつもおうちんとお母さんと行くってことはそっか休日ってことか知らなかったそういうあれかなるほど 朝一に会場に行って箱の中見せてもらえるえー、なんかそういうのできるって言ったねす,すごいしてもらったことあるんですか見たことある人いる見てみたいけどみ見ても楽しいかな楽しいとかないか別にない <laughs> 明日誕生日あ違う毎日誕生日 <laughs> そうだよ毎日誕生日毎日金曜日超ハッピーやろ何ですか選挙の日は外食するんだもうむすやん選抜総選挙投票したことないないかな水木少しく賢くなるよ毎日毎日賢くなっていく外食1000円 でもその後あ外食いあでも確かに選挙行ってからみんなでお買い物には行く鍵開けっていうのえぇぬるぬるした紙にかけるのと何それお水着総選挙いつ出るんですか総選挙総選挙って何総選挙ってイケビのとりあえず謝ってすいません 選抜総選挙のノリで送る<笑><笑>えでももうないのかな総選挙って。モムス知ってるよ。好きだもん。わう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 ,う,うでしょ。あれこの歌好きですよ。カラオケでよく歌う。私もモムス。なんだ、すっぴんなんか。そうだよ。すっぴんだよ。 歌ヘタ総選挙 <laughs> それ絶対私優勝やん <laughs> 絶対優勝やん1位やん <laughs> 歌ったっけ歌ったっけええー、お見に投票する <laughs> 本当に歌,歌った私歌った覚えない <laughs> 本当に歌ったあおおおおおって歌ったな好きな人はモーニングっていうらしいよへえモームスじゃなくてモーニングって言うんだ うーんお水きそうなかなったお水きそう選挙バ番で競うさお水きそう選挙って誰が出るとさんおすで一番好きなのはうーんうーんウォウウォウウォーウォーウォーが好きそれ以外だ人から一人カラオケこっち来てからめっちゃ行くようになりました <coughs> こっち来てから暇な時一人でふらっと行って歌って帰ってくるしかもめっちゃたまにキモいなって思うもんね一人でカラオケ行くじゃんあのめっちゃ笑顔で歌いよ,る歌いよって <laughs> ふと割に帰ってえこんな笑顔で誰もおらんところでこんな笑顔で歌いよるのキモいなって思ったことありますね <laughs> なんかさ歌歌うとさめっちゃ笑顔になっちゃうんだよね私。 だっってて歌歌えなくない歌ってなくいんかさめっちゃ一人でさなんかこの間最近行ったカラオケで <laughs> あのもうねなんか声が出にくい <laughs> なんかさモモムじゃないモモクロさんのモモクロさんのねあの「ココナツココナ,ッココナッツイエイ!」って歌歌ってたの一人でそ,それはさすがになんかめっちゃ笑顔でわ 自分で気持ってって言いながら最後まで「ココ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 」って言ってましたけどね一人であ面白いやばいねまあ人から人からっていうんですか一人カラオケ行って「やばこココナツ」って歌ってるのやばいですねうん選曲ミスやわみんなで楽しく歌う曲じゃないあれって。 マジ一人でやってる <laughs> しかもさもう気づ,き気づいたら超笑顔だったんだもん怖いわ逆転回あ逆回転何逆回転ってそれは配信しコえっ !?9 配信楽しいですよ」って行くけど結果一人で楽しんで帰ってくるでもなんか 一人で歌ってる時は楽しかったのになんかお会計する時き寂しくなるみんななんかわちゃわちゃしてる人たちがいっぱいいていっぱいいるのあのわちゃわちゃ腹学生とかサラリーマンのお兄さんたちとか JK とかみんなたむ,ろたむろってしない <laughs> みんなさわちゃわちゃしながら会計まで楽しそうなのカラオケのなんかカラオケのテンションで会計してるのお会計。 わー私一人ってまあ頭の中で「こう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 ここここ」なんですけど <laughs> 頭の中ではそうやけどはたから見たら「うわあの人一人で寂しい」とかなって思われるまあいいんですより誘ってやるよゆうかり確かにゆうかりに誘うかそうね一人から受けてだいたい歌うまい 行く人ってだい、ああ、そうなんですよね、まあ、よく言われます、私も歌うまいですねって。そ <laughs> う<嘘>です <laughs>。よしき、あ、よしきさん、初めまして、お名古屋みずきです。よろしくお願いします。冷凍弁の運命、歌ってくださいってある。だだだだーん。え、これだ、これだ、<laughs> これだっけ。しれと歌うなよ。いいじゃん。昼のカラオケ、あ、そうなの、私もね、びっくりした。 前ね美優子とユーカリンと行った時かなにお昼平日のお昼にめっちゃ安かったのあこんな安かったっけカラオケってっていうあの感じで行きましたあのこの間も一人カラオケ意外と安いとね1,000円ぐらいだった1200円とかめっちゃ安かった。 マイナーな曲歌えるかそうなんだよ私さ本当にマジで本当にマジで本当にマジで私曲の曲の曲が合わないのみんなと言ってもだから家族と行くときしか自分の好きな曲とか好きな曲っていうかみんなが知らない曲ばっか知ってるからそう一人で行く方が確かにそういうマイナーな曲を歌えるねわかるわかるわ <laughs> かる 昼のあ唐揚げは美味しいえ何唐揚げってえカラオケで唐揚げあるのそういうの違う唐揚げカラオケでしょマジ曲合いそう一人ラップ歌ってますえラップ歌えるのすごいね私もねホワイトジャムっていうアーティストさんいら,いらっしゃるんですよ私ホワイトジャムさんの曲結構歌うけど全部全曲ほとんどラップが入ってるんだよね 歌えなくていつもそ,こ飛ばしてるそうココナッコココナッココナッツは全然あれですよメジャーですよ超メジャー「ドラゴンボール」はメドレーで歌いますディズニーええー、無理だよディズニーとか難しすぎるんちょっと一番歌うアーティストうん何かなえな何かな 大塚いさんとか結構好き大塚いさんとかえー、っとんだろうええー、何やったかな何歌うとっけ私いつも忘れた <laughs> オビーラップ口回らん私そんなねっリッセンさんラップやってるすごか格好かっこよか カラオケは料理屋のようで利益を出すねえそうなのえそうなの私じゃ利益出してないわ利益出してないわっていうことあああんまり頼んだことないいつも最低限しか頼まないワンドリンクやったらワンドリンクだけおいしいのカラオケの料理ってみんな頼んでます結構あ西の,西,の西のかなさ西のかなさめっちゃキーが高くて難しいパールジャム誰パールジャムって マン,ンマンマー,マーチはね聞くだけ歌わない迷子のふりしとけば一人ディズニー生きるえどういうことどういうこと恋のマイヤー何それはポニョポニョはたまに歌うポニョたまに歌うあそうなんですねえ知らなかったリッセンさんアイドルだったの <laughs> ごめんなさい。おうちの人は追加料。<laughs> ええー、じゃあ私1200円で済んだけどやっぱおうちじゃないんだ私って。あ私好きだった好きだったってか高校生の時ずっと歌ってた。あれ、ロマンスの神様って歌ってたよずっと。そしたらマジでなんか「ロマンスの神様」ロマン「ロマンスの神様」が私の1八8個。 ははお箱お箱 <laughs> みたいになっちゃって大変だったメロ,マちゃんメロンパンのちゃんの歌えっ <laughs> メロンパンのちゃんの歌いいねいや曲出そっかな相当売れるちゅうのやあれテンション上がるしね体が動いちゃうもんなそうおはこあんな高い子意外と高くない私 私が高いのかな声いやそうでもないか意外と高くない気する意外と歌えますよ十八個 <laughs> 調子乗るなよすみません生まれて二十二年毎日調子乗って生きてますすみません雪と切るのごめんなさいで何の話だったっけ 最近聞聞いてみんな言っちゃう言っちゃうエモいエモい私的に超エモいことが今日あったのあのエモいことっていうかマジで今日マジでエモいことあったみんなには伝わらんかもしれんけど私的に超世代マジで超世代と思ったことがあってあの TikTok 朝開いたとかな朝日朝方よ 朝方っていうかまあ私の朝方っていうのも9時とかなんですけど9時ぐらいに TikTok 開いたらあの香取慎吾さんがあの TikTok が出てきたのねフォローしてるわけじゃなくておすすめに流れてきたのでなんだっけ「西遊記」「西遊記の」のなんか TikTok を出してたのえもーと思って私めっちゃ好きだったの「西遊記」あの何「西って。 って言うとりゅうさんそう「西遊記」のやつ流れてきてめっちゃ懐かしいと思って私超世代とずっと真似してたもん「この目を見よう」ってやつのやつをずっと <laughs> ずっと真似してて西遊記の,あ,のあれなんですけどゲストで出てきた悪者のものまねをずっとやってたの。 マジでやばかったえん、ー、そうシンゴちゃんが悟空のやつそう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 そ,うそう孫悟空もうマジでえっ会一つ終わらせた時間でしたすごい朝から偉いないやマジで6時 ?9 時だよ私の朝悪者の方なんだけどめっちゃね好きだったそう うっちゃん出てたよ。うっちゃん出てた。あの、サゴジョウだった。サゴジョウだった。<laughs> え、映画見に行ったっ私もね、見に行ってはないけど、映画は見た。たぶん。あの、お家で見た。DVD で、確か。左トンペイ。え、何それモンキーマジックがテーマそう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 あの、そうそう アラ,ウンアラウンドザワールドみたいな歌。違ったっけそんな感じやつ深津エエリさん。え知らなかった。そういう、そんな方だったの。めっちゃ綺麗だよね。あれでしょあの、三蔵法師三蔵法師の人やろめっちゃ綺麗だよ。私も今日見ながら思いやったもん。めっちゃ綺麗やんと思って。調べたの。調べてみよったとよ。 めっっちゃ綺麗だった5年ぐらい前かそうよそうよ15年ぐらい前よ知っとるってめっちゃ綺麗なのだってさメイクとかもあんまりしてないしだってお坊さんやは役だからそんなメイクもさアイシャドウとかさまつげしたりとかしてないのにめっちゃ綺麗なのもうほんと髪前髪もなくても綺麗再放送やってない再放送やってない 放送やったら全部見たいけどなそう夏目雅子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 さんって誰昔昔ってどうしたの私私生まれてるみちゃんのスピンんダメ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 坊主にしたら綺麗目立たんわ鼻の低さ目だってしまう 三蔵男えっ、ー、そうなんですかお店代だと深津さんか夏目さんえー、夏目さん知らないけどとりあえず私の世代は <laughs> その香取慎吾さんで超朝からテンション上がった超懐かしいと思ってめっちゃ懐かしい40年前私もうまいとねやばいね40年ぐらい前。 じゃあ、おちんとかお母さんとか世代かな。へぇ。え <laughs> やだ。なにその、フォローになってないし。他が高いだけだ <laughs>。フォローなってない。えぇ、ー、綺麗なんだ。調べてみよう、後で。酒井さん。ええー。悟空の時き。 えー、でもなんか見たことあるかもしれん見たことあるかもしれないんん酒井さんって誰だっけちょっと待ってあれ私会ったことある会ったことないえ酒井さんえい違うか マッチきアキ。ですかマッチきアキ。あ、星ッーさん、はじめまして。小野井瑞希です。よろしくお願いします。あ、違う。わかった。星3つ S の人ね。はい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 。あ、違う。小堺さんだ、私。<laughs> お会いしたの小堺さん。小堺さん。マッチきアキって何マッチュアキマッチさん 小堺さ,さんはお会いしましたこの間ちょうどあのオールビファーレンの時にあのメイクルームで一緒だったの <laughs> そう一緒にメイク私がメイクしててそうちょうどたまたまお会いしたびっくりしちゃった <laughs> そうだそうそうそう,そうあっえっ 星3つ星三つの方ねまちあきがまちゅさんまちあきがちょっと分かんないまちあきさんねえびっくりしましたよすごいですよほんとにサイコロトークしてないよしてないよ挨拶はしましたよちゃんと <laughs> 挨拶はしましたよまちゅさん さら恋恋人知らんさらば恋人知あー白い恋人鳴らしてます北海道の面白でした笑っていいと思って懐かしかなんか笑っていいと思って懐かしいけどなんか懐かしいけどさそんな前っけなんかやだな懐かしむ お父さんえ仕方されてないよちゃんとご挨拶しましたこんにちはってこんにちはってかお疲れ様ですあ仕方されてないあ仕方されてないあ仕方したされたっていやご挨拶しましてお疲れ様ですしてくださいました夏休みだけ大好き5つごおなんかそれないっけ大好き5つごあ知ってる なんかおちんが言ってた俺の学校にも挨拶しといていたのいたの恋する女は綺麗さへえそんな歌あると恋する女 <laughs> 知らんねえ知らん髪切らんねえなんか懐かしいって言ったら年に感じてくる私も やだやだ本当に懐かしむことをやめようえー、ギッズボートスゴチツゴちゃんを吸わせと知らん全然知らんおみちゃんあーさはじめましてお野井み,みずきです恋し,け恋しとき恋しときってそうそうか恋したら綺麗になるとか しんごちゃんって思ったけどおみちゃんにビストロスマップあ <laughs> あんなの出れた日にはあんなの出れた日にはもうもうやばいですよおみずき有名人スマップさんもなんかいろんたくさんさ番組あったじゃん懐かしいなんか 見た,いな <laughs> 見たくない昔のなんか一番見たい今はないけど今一番見たい番組って言ったら何みんな彼氏横で寝てる誰もいないわ寂しいわ一人でこの部屋彼氏 <laughs> 誰か遊びに来てほしいなんかあります「昼なんですは昼なんですね」私全然昼なんです あ夏休みとかに見よったけどな歌番歌番懐かしいめっちゃ懐かしいめっちゃ懐かしいなんかうわ懐かしいおうちんとかお母さんが見よって遊びながら私たちも、まあ、横目で見るぐらいなんか <laughs> チラッと見るぐらいだったけど懐かしいえ何それ知らない私が知らない番組ばっかりだ「売りなり」 あの頃のヘキサゴン知ってるよトリビアの泉懐かしいあ見たことないんだけどねあんまりへ、えー、いろいろあるんだひょうきん族ひょうきんで飽きることあるんだえそうなんだデートの前にイベントやってたの大野くんあ見たことある大野くんの喧嘩 あの中居んとやってたやつ見たことあるドラマでうわーいいなあ「ヘイヘイヘイ」「ヘイヘイヘイ」って今もある今もあるっけ突っ込まれましたやばっやばいじゃんそれやばいじゃん最高やんいいなえ浜田さんじゃなくて松本さんに んどういう流れですげえすげえ8時で全員集合えー、知ってるよー知ってるよー見たことないけど知ってますね私もね全然テレビ見なくなっちゃったなこっち来てから見らんくなったのどんどん <laughs> 面白いよね大野くんのやつカルシム 彼氏ややったらやばいよもう匂わせとかいうレベルじゃないですからねこれはもう大 <laughs> 崎豆って何豆って何ああ嵐のしええ懐かしい秘密の嵐ちゃんとか私知ってるよ見たことは2回ぐらいしかないけど秘密の嵐ちゃんはお友達のお家に行ったらいつもついてた VS 嵐は好きでしたすごく。 好きだったあとは志村動物園とかも最近だけどね最近まであったけどああ志が地せああ志が地せ面白い <laughs> えー、あと何かな何,何かなあと何だったっけ一滴は今でも合ってるじゃん昔好きだったのはねあアカン警察って知ってるみんな アカン警察っっていうのすごい好きだった私日曜日とかにあるテレビしか私基本見てなかったんですよ土日にあるテレビしか見れなくてあそう嵐はね大野くん当たり前嵐は大野くんですねゲームセンター嵐何それ知らん知らん知らんあかんくないってやつそうそう なぜベストハウス123何か聞いたことあるなそうそうあかん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 くなーいってやつ <laughs> あっめちゃイケなあとにあれがったとかなうわめちゃイケめっちゃ好きだっためちゃイケめっちゃ見てためちゃイケめっちゃ見てたよあの AKB 出てた時めっちゃ好きだっためちゃイケもあかん警察も AKB が出てたじゃん 水木しは誰推しなんですかみんな好きさみんな好きだよ時代劇シリーズがなくなったの時代劇シリーズ羽ね飛びほこたてえっこたてってさほこたてってさありよったよねめっちゃ好きやったぞにあったしかなくなっちゃったワンツースリー知らんワンツースリーはすますまの歌のコーナーおみちゃうんとのコーナーすますまの歌のコーナーってどこだっけ どこだろうすますまって懐かしかテストのやつ面白かったよね DD かよ DD ですすいませんイルカさんのこともなん,なんとも言いません私 DD です DD <laughs> <laughs> 出た出たテンプル書いた <laughs> 選べんでしょそんな一人選べってあそうだったよねほこたてでしょ確かにそうだよねやるせみたいなニュースになったよね ファンディーディィで私はめちゃイケの高みなスキャンダル,ルあキーあ覚えてるよあの坊主のやつやろ <laughs> 面白かったよね面白かったわ毎週月曜日楽しみえー、月曜日やったかなそれも忘れたのネイキビデオ撮った時面白かったよね あええー、えんおんたんさん、こんにちは。の上水です。よろしくお願いします。おみちゃんに王座。<laughs> やってほしい。やりたい、おみちゃんもテレビ出たい。テレビ出たいな。僕は FC 誰推しだと思いますか。イルカさんでしょう。<laughs> イルカさんでしょ大好きじゃん。違うの。FC 誰推しだろう 分かんないチョコミントさんとか好きそう好きそう好きそうって何毎日テレビ見てた時代のね,ね毎日テレビ見てたけどなあ見てたけど見てないんだけど私 <laughs> 毎日のように見てた見てた時もあったのにな全く見なくなっちゃったもうコンセント入ってないんだもんなよ見ようちゃんと見なきゃ 毎日配信とええー、嬉しかうれしか感覚が痛くなってきた笑いすぎてすますま出よったね見よったよなんかサンタのやつを覚えとるゆかりに楽しれない言葉ず <laughs> あの人よし思議ないからあらら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 らお天気おねえさん あ,あ、いいな。お天気お姉さんいいな。毎日晴れです。っていう。テレビあるんだけどね。あかのんさんお久しぶりです。尾上瑞稀です。お久しぶりです。あ見てくれたかな？755に貼ってたけど。加納さんの分もあったよね。写真せっかく新しいテレビ来た後にね。一回もつけてないじゃん。 1>, 1回は嘘つき1回は嘘つきやと思うけどあ待って1回もないかもしれんいやからんでもほとんどつけてない TikTok え誰するえ部長何部長それ当たらないお天気お姉さんもいけるかもいいよ今日の私の心は晴れ晴れでーす晴天でーすって言う 接続って何接続何するなんか繋がんといけんと分からんけどまあ繋がってはないですだからつくかどうか分かんないテレビで YouTube 見ればいいじゃんああねああねアマゾンスティックみたいなやつあーあるねうちにもあるあるわ実家にねちょっと待ってみんなにさ一つだけさ 一つだけみんなにさ足でさ今更やけど言いたいことある超今更でさ今更言何って思うかもしれないけど <laughs> なんか久しぶりこの間電話したお友達がなんかみーちゃん,みー,さん,み,ーさんみーちゃんのあの 最近のあれ知らんわみたいな感じでなんか最近の活動状況知らんわみたいな感じで Google で調べたんですね尾上瑞稀みたいな調べたらなんか尾上瑞稀あの自分,自分家に帰るまでに迷子になるみたいな記事が見つけたのその友達がえっいちゃん迷子なったみたいな言われてそうでそん時とあの バカだから最初にエピソードトークをしたのね。トークをエピソード、もし今日迷子になったんですよねって話をして、話をして、その後に、え冷静に考えたらさ、家に帰るまでに迷子になるってやばくないみたいな感じになるじゃん。違うんだって、その時私、福岡に行ったの。福岡の <laughs>、あの、おうちんのが単身赴任で、いた家に帰ってたんだけど、初めて。 2回目ぐらいだったのかなで初めて家に歩いて帰ったのねそれで迷子になったんだけどまあおちっちゃおちじゃんけど言えなくてなんか高価にいることそうでなんかめっちゃアホみたいになっちゃったので私まとめられた時もめっちゃ思ってたもんうわこれ私本当は実家じゃない実家じゃないのに本当に迷子になった頭おかしいやつみたいな あったわおかしいやついたいに思われたわと思って <laughs> やっちまったなーと思ってたけどわざわざ訂正しても「えおみずき福岡いるの?」みたいなのっちゃうからそう言わなかったんだけど <laughs> そん時「ああそうだった!」って言って「いや誰や彼氏おう <laughs> ちんが福岡にまあ今もいるんだけど。 そうしかもおうちに福岡を転々としてるんだよね福岡の中で転々としててそうおうちがねもう3回ぐらい変わってるんだよねだから福岡に私も行ったり長崎行ったりいろいろしてたけどおうちが変わりすぎて私もね帰れなかったのでたその時ね確か充電が切れたんだよねでおうちに迎えきってもらったとかなそうもうね やばかったよあん時は迷子になって夜暗くなってきて「えどこここ?」みたいになってそうテレ,あのテレビで充電いつもないからさ私充電切れたってよ確かその時思い出したねえ面白いピザになった時良よかったけどわしね一部の人から書かれとったもんで、ね、そんまとめられた時に「こいつ頭おかしすぎて押せねえわ」みたいなの書かれ ママジでマジででごめんなさい本当に違うんだいや道は覚えれにやったわけじゃなくて普通に白いやっただけ家のまで帰るのそうめっちゃ面白かったそうおう,ちおうちだかおうちいやごめんごめんおうち,うち家 <laughs> 家に帰るまでおうちの家に帰れなかったのそうそれは否定できないそうアホなんだけどマジで アホやけどなんか話があのあのなんだ情報不足すぎてもうましてアホに見えるっていう,もう大変だったよそう <laughs> いつのとちいやそうなのよ本当はねまっすぐ帰ればよかったところをえっとねおうちんがねこっちの方が近い位置だよって言ってたのそれを信じていったら迷子になったんだよね そうだっけんバスで帰ればあのま、ー、っすぐバスの通りに帰れたのになんかこう近道だと思って行ったとこが逆にダメで全然知らんとこに行って全然知らん店まで行って大変やった <laughs> おうちおうちせでしかもおうちにやっちゃったりしたもんねその時なんでおうちに嘘つくっさ全然近道やないしこっちって言った 近道だよって言われたけどね懐かしかよねおうちのせいだよあれはお家がおお家のお家が分かんなくてさそうだよお家のお家とかもう,もう実家みたいな感じやけどねもう結構おるけんさそう私の実家長崎と福岡と2つあるそう一1回行ったぐらいで近いいやしかも1回も行ったことないところやし近道 <laughs> そうだよ1回2回ぐらいかな歩いて行ったのは初めてやったのかなそうだよそっちから配信あると思いますよ何回か背景が違ったら多分あじゃもういろんなところでしてるからな私 <laughs> おうちの家っていうわけでもないかもあのいとこんちでもやったことあるし でもいとこんちおうちのおうちで長崎でしかないかでもおうちのおうちがね何回も変わったから何回もいろんな背景になってた気がする <laughs> だよね福岡福岡いや最初福岡ねおうちに一人しかい生きてないからほんとだよ いやー細い道ね。細い道が近道だとね、田舎者は思い込んでしまうしさ。そうそう。いやー弱いよ。弱いとかもうレベルでもない。<laughs> そうだよ。背景いろいろあったと思います、私。前は何人かいたどう前は何人かいた。 いや違うよ。ずっとおちチン一人。寂しいかないや寂しくないわだっていつも私が電話かけたら、また電話かけてきたって言われるんだもん。寂しい、一人で生きていきたいのかな <laughs> そんなことないいや。だってね、聞いて、おちチンのおチんあれめっちゃ遠かったの。30分かかったかな 三十分ぐらいかかってさ、こりゃ近道せんば帰れんばいと思ってから一生懸命近道したらまさか二時間ぐらい迷子になって、もう夜やったもモうちンが迎え来てくれんやったらもう迷子でやばかった。あ、スーさんこんばんは。おのめみずきです。よろしくお願いします。お <laughs> パパカツ、パパカツって何？パパカツだと知らんかったので、ね、最近まで。 パパ活って最近の言葉でしょ違うよく書えねよそん時はねなんで書えたとかなもう一回来てくれたっけカエルだとかな私いやマジで覚えてないでもなんかめっちゃ迷子になって焦ったのは覚えてますね充電がなくなったんだもんそん時そうだよあの先から船で熊本に行ける行ける行ける熊本行ける俺も住んどったもんね 前は熊本に行ってた。帰れたとかな、帰れた。パパカツしてるの。いやパパカツって何？してないですよ。だからパパカツがなんだかよく未だに分かってないっていうのはあります。あれお金を払ってデートするんだっけ？あれ違う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 。お金は払わないか。あれそうだよね。 お金をもらうのかお金はもらうのかあ違う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 あただごはんに行くだけかそれってパパツってえわかんないちょっとわ聞いときますお友達にパパカツってなんてあお金もらえるのパパがたくさんお金えそうなんですか何この配信パパカツについて話すのやばいってえお金もらえるんですねやばそうなの知らなかっただからパパカツっていうのが 有名なんだね有名っていうか広まってくんだパパ活してる友達いるの違う違う違ういいそういうのにさなんかよく知ってる人いる詳しい人いるじゃんお友達何でも詳しい人とかいるじゃんいるかさんパパ活してくれるらしいよ <laughs> いらない別にそんなお金とかパパ活とかいらないからお友達が欲しい私お友達 パパ、パパって何なんでパパなんだろうワイワイがパパになってあげる本当ですかパパになってあげるよ変、変な, <laughs> な感じなんかリンなんかリンって何なんかリんじゃない、なんかリんじゃないなんかリンじゃない <laughs> 車買ってくれるよ怖いわ、嫌だよ <laughs> ったりすると怖くて 警察行くわ怖いでもなんかユーカリンといる時だったかな渋谷で全然知らない人が突然現金をねめっちゃしつこく渡してきたことがあってもう怖いと思う受け取れないそんなもんどうして何,、ね、何してんだこの人はと思いましたけどね <laughs> なんしかも大金とかじゃないんだよ1,000円とかだったのその時パッと見たら。 ななんでなんででと思ってどうして1,000円をどうしてこんなに渡,渡してくるのなんか10万とかさ1万とかでも怖いけどなな何言うか1,000円を一生懸命渡してくるの何とて <laughs> 怖い怖かったあ千1,000円だったかな5,000円だったかなでもそんな大金じゃなくて本当ペラペラ1,000円みたいなのずっとこうしつこく「みたいな「え何それ?」って怖い怖いな。 <laughs> 終わった警察呼んでよ本当怖いんだから東京はほんとにねなんかしょぼいっていうか安いっていうかなんなんなんかんか,なんか大金じゃない大金でもびっくりするけど1,000円を上げたがるのも何なんだといやわからんわからんわからんよチップいやチップって何 キャッシュレスなんでいいねそれ言おうが今度言われたら <laughs> そんなに安くないです何何それついていかんしね1,000円でも東京はマジ怖いチップじゃないよねおじいちゃんだったかな変な人だと思って怖かった千1,000円の女って呼ばないで1,000円拒否りましたちゃんと走って逃げた 私が落としたの私が落とした説面白いそれそれで私が一生懸命拒否ってるのもやばい面白いいやーお金で釣ろうとしてるんだったら1,000円だ1,000円では絶対釣れんだろう私だけじゃなくてさ誰でも1,000円でそんなひょこひょこついていかんやろそんなアホじゃないよね いや1000お金の問題じゃないですよ10万円どんなアホでもついていかんと思うけどやばいと思うお金でついていくのマジでやばいよ l i n e イでっていうラインペイってう <laughs> やばいって8億ってなんでですか1000万やばいよ2000円出すね2000円も変わらんしや8億も変わらんし2億も変わらん2億やるけんついてきてって言われても絶対についてかいかんよ私 三億ドルだ。三 <laughs> 億懐かしい <laughs>。なんか言ったことあるな。それ。あきさん、はじめまして。お名前水木です。よろしくお願いします。二億？二億って何？二億って言うと、一千万が二十個ってこと？いい。一千万が二十個か。イニエスタ好き。<laughs> イニエスタ、イニエスタ好きですよ。イニエスタは好き。 いかんいかん1,000億万円でもいかん1万見せるからついてきてあ見せるだけやったら見てみたいっていう好奇心出てしまうないらんけどいらんけど1億円見てみたいなどんなもん現金だったら1億円調べてみようあとでネットで調べたら出てくるでしょうどんな感じなんだろう ジャガちャんでついてい行きませんよ行きませんよジャガちゃんでついて行いいいきませんよどうしようジャガチャンついていくほどアンポンタンじゃないです私いやほんとよ引くよねやめよやめよ一億兆円一億兆円ってなに一億兆円ええそんなお金あったら何しゅうかなまずは リファの,あのドライヤーを買うこの間さユうカリンち行ったらさリファのドライヤー使ってて「うわーめっちゃよかねーこれー」って言ってからさ迷ってるんだよね迷ってるけど迷ってるけどなんかいいかなとかも思い続き思いてき,きだしさ高いなーとか思いながらもあのあるいはね <laughs> そうだよね TGC 自腹で出る出れるわ1億円あったらいや何回でも出れるんじゃねベフーレン買わないわ買わないわ <laughs> いやなんかねめっちゃねあのー、なんだっけ時間なんかタイムイズマネタイムイズマネって結構さ思う派なんだよね私時間は買えないじゃんなんか時間大切にしなきゃなって思うんだけど。 1>, 1日のさあのドライヤーかける時間が5分短くなるって思ったらさそれ5年使い続けたらさ時間を何十万で買えるってことになるとかなとか思って計 <laughs> 算したんだよねこの間。けど微妙やなもうちょっと大人になってからかなっていう気持ちもしてます 23歳のお誕生日自分へのお誕生日とかでもいいかもしれないそれか22歳クリスマスでプレゼント自分に <laughs> とかもあったあるかもしれないそう乾き早かったっそれがユーカリんとこマジで髪切った方が安い,いや確かに確かにね髪ねみんな何分かかるか知ってる私の髪乾かすのに大人って分かんないでもな いいいいもものは早く買っってもいいかなと思ったりするシャワーヘッドなあるんだけどえ持ってるのやばーこの間行った時見に行ったもん電気屋さんにヨドバシカメラでシャワーヘッドすっげえいいなー少しずつ貯めておこうかなちょっとずつ貯めてクリスマスに買うとかもありかもしれないん アリアリじゃない自然乾燥自然乾燥自然乾燥したら髪バサバサになるもん私7年ってやばい5年やばい5分違う30分ぐらいかかえそれはウソウソ20分ぐらいかかりますねあなんかずっと当ててたら髪熱もつから一旦止めてちょっと 涼しいの当ててとかしてたらもうなんだかんだ15分20分かかっちゃうもんなそうそうカメラカメラはもう最近全然使ってないなそうなんだよいやトリートメント使ってますよ本当にすごい本当にすごいでもねマジでね びっくりするよなんかもう使ってない時と使っている時の差がもう明るさますぎてねはたか,から見たら「分からん」って言われるかもしれんけど私はわかるしさこう触った時にトリートメントした時に「うわーめっちゃ今日サラサラ最高やん!」ってわかるしさでしてない時はなんか「うん、パサパサだな」って思ったりするもう明るさまにね綺麗になるね分かる手触り手触り肌触り髪触りがもうスルスルーってなるの。 そうだよインターバルみたいなそう涼しい風やってて暑いのってて大変大変そうだで私写真部だったの昔ビフォーアフターいやー見た目じゃ分からん手を触ってみらんと触ったら分かる肉まんみたいだねむむ肉まん私の髪を肉まんに例えてるの難しい肉まん にぐわコメントしてるはずのイルカさんえ本当にえ待ってこ待って本当にブロックした私違うよねコメント全然来ないんだけどイルカさん男にはわからないサラサラ髪わからんか女の子大変だよね本当に髪の毛きれいな人いいそういう髪綺麗な人が好きって いう人たまにいるよね。髪フェチみたいな。外出てダッシュでもいいですかダメです。<laughs> ダメです。何の話髪痛むよ。またブロックえブロックしたかなあまマコさんはじめましてお上みずきです。よろしくお願いします。1D の MK33。<laughs> 買ってください。なんだそれは ?1D って何 僕はブロックしてるからるいや私もねコメント見えないんだよ全然どこ行ったんだろういや食べたの私買って次の日に食べちゃったああみんなで食べるって約束したのに勝手に食べちゃったモータの豚は食べちゃった一人でパクパクごめんなさいでもかんころ餅は一緒に食べようねかんころ餅は絶対にああごめんマジでごめん食べちゃうかも気づかぬでマまじでも 食欲って大変だよね止めれないもんねあまこさん初めましてこんにちはあこんばんはコメントありがとうございます尾上瑞希って言います22歳です長崎出身ですよろしくお願いします <laughs> 最低だごめんごめんごめん豚まんね一人で食べちゃったしかも10個全部一人で秒で食べちゃった10個だよちっちゃいとは言え10個は結構な量だよ 10個食べちゃった豚まん一人でもし10分ぐらいでカンころ餅の方が気になるやろ豚まんより豚まんはさまあみんなほら見た目も味も大体予想つくじゃん <laughs> けどしンコころ餅はさちょっと見た目もわからんし味とかもあの発表するみんなの前でデブだよもうデブです 全部食べちゃった一人でマジで秒だったなくなってたの気づいたらあらもう最後の行こうかってねえかんころ餅気になるやろ私も久しぶりに食べるけん超楽しみいいえ何年ぶりよマジで長崎で3そんくらいやったかなそう大好きなんだよねよく買って食べて カンコロ餅めっちゃおいしかばいよりより昨日食べたよねよりより私配信中 <laughs> ちょっとドーナツのなんもなんかノーマルのドーナツみたいな風味けどかたいっちゃねねえおいしくよねキドッチさんかんころもち食べてます最近最近食べてないっちゃね私超久しぶりちょっと待って ちょっと待ってマジで最悪肩痛いね肩こりでさ、最近肩の響くさ。もう、あ、明日行こうかな。え、マジマッサージ行こうかな。もう、やだ。肩の痛か、マジで。なんかね、肩痛すぎて最近なんか、体が痺れたりす,んするんだって。これはね、言ったっけあのね、夜中に寝れなかったの。 しびれてでなんか体のしびれて寝れんっておうちんとお母さんに電話して夜中の3時ぐらいに連絡入れてそしたらお母さんが「あの肩こりって知らずにあのー、水なんだっけ脱水症状だと勘違いしたの」でお母さん一生懸命「水飲んで水飲んで」って言ってた全然肩こりだったねやばいよね言われた私もやばいもうあと1分で終わっちゃうそうだから通うようにします ありがとうございます。第1位、りんちゃんありがとうございます。第2位、すーさんありがとうございます。第3位、ぽっぽさんありがとうございます。第3位、きどっちさんありがとうございます。第5位、インテリアクださーんありがとうございます。もしめん迷子3年えありがとうございます。第6位、みなまつさんありがとうございます。あ、ももな、ももなちゃんじゃん。ももなちゃん、マジかわいいか。マジかわいいか。 ありがとうございます。第7位、佐藤さん、ありがとうございます。第8位、野口さん、ありがとうございます。大金、もっくん、ありがとうございます。第10位、大介さん、ありがとうございます。第11位、こまちゃん、ありがとうございます。第12位、大見ス,スライム。何スライムってそう言えば <laughs> ありがとうございます。久保くんだよね。ありがとうございます。第13位、さあさあさあ <laughs>。第13位、セータンカさん、ありがとうございます。第13位、セータンカさん、ありがとうございます。 ねえ今日で5月終わる場合6月からはもう一生懸命一生懸命一生懸命ダイエットをしますもう何回目やね尾上水木って言いそうや言われそうやけどまあ頑張りますじわじわダイエット頑張るそんな極端なダイエットはしない25日間でめっちゃ痩せてやるじゃあ今日もお疲れ様でした明日から3日間まだ頑張りましょうおやすみなさーい